ヤガチャガチャンネルは。やり方覚えてねえよ。なんか Y で。あ違う、飛行機の上で戦うんだ。飛行機、こんなもんバナナ。バナナだな。怖い怖い怖い。走っちゃった、危ない、走っちゃダメです。やめてください、走らないでください。で、とりあえずこれパリしとけってことだろ。ここ上の人を攻撃して。で、なんか来た、なんか来た、なんか来た。毛玉だ。毛玉っていうか毛糸だった。で、あの猫のキャノン砲の避け方まだ分かってないな。怖いな。あ、帰ってくんだ。そっか、ブーメランか。で、猫？違う、猫だ。二枚抜きされてる。猫よけれへんよ。猫どうすんだ？猫どうすんだ？おお、よくいた。よいしょ。んで、それは帰ってくるから、まあまあ適切に対応して。うわあ。猫か？猫先端でしゃがむじゃね、普通に。しゃがむ？うん。ちょっともう一回実験は必要だけど、それで受けられる気がする。あーやべ、早く猫ってこねえかな。はい、避けれた。おーしゃ、あいた。違うのに当たったわ。なんこのでもまあまあ消火栓みたいなやつ。あーえーあーごめん。おーナイス。でまあ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 こんな感じでやって、で次あいつ横に来たらぶっ放しだな、ぶっ放しだな。わっしょーい、まさかのダブルプラトン。2人とも死んだ。ワンフォーオール、オールフォーワンダワン。それ言いたかっただけだろ。ワンワン、あワンワン言ってんのよ、聞こえてたら。みんな犬だ。でもあれ、猫だよな。猫使われてる。本当だ。猫なんかだって怯えてても、え、やるんすか自分がって顔してるもん。あれ、犬より猫の方が立場が高い社会だ。あ、違う、猫の方が立場弱いね、今。弱い社会だ。生きてる、生きてる、ありがとな。避けて、やり返したるわ。うわ、死んだ。生きて、生き返った。あ、第二形態。あ、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 B、O、ダブル、B、O、ダブル、バウ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 、パリすらできるずに。でも、第一形態の行動パターンは見えた感じあるね。あ、死んでる。しかも落下死だったんだよね。一回ってるよ。あっ、バーン、バーン、よいしょー、バーン。食らってんのかこれ。ただの回避スペルの可能性も見えてくるな。バーン。あ、これこうやって4体消すのか。ドーン、2体目。うい、狭っ。わーいだ、よいしょ、ちゃんと弱しろよ。オッケーオッケー。で、第2、おーなーなんやのビーム、うわー。下が、右が下になってる。いや、いや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 、これ、これ見えねえ、マジ。え、今、カエルの角度変えるしかないかも。そんなアナログの捉え方ある？アパリミス。完全に、完全にタロちゃん劇場だった、今。あ、二人で、来れたよ。やった。で、さっきもね、死んだよね、すぐここで。よく見たら、線見えてんな。それでパリできる、これ。あ、ピンクか、うん、ピンクパリ、ピンクパリだ。ピンクパリってなんだよ。ピンクパリか、ま、ピンクパリかって言ったね。そんなテクニックが元からあったかのような発言だったけど。どんだけ笑ってんだよ。よかったよ。怒られて今、うるさいって。テニスボルトできた。
ああ、あいやそんな中国人みたいに死ぬことある。あいやあいやねえ、落下し落下し。あ、待って、誰いける？あー、ナイスー。あパリーそこね。あー、怖いです。怖い、怖いです。怖いです。無理です。無理だよこれ。どうしたらいいんだよ。本当に横向くか。スタンバイしとこ、横向く。そこまでが長いんだよな。やっす。死ぬ時にやんすっていうことある？え、これ誰が攻撃したらいいのこれ。あああー死んでた。パリでき、あ、横向く用意してたのにな。もうね、これ動画でお伝えできないんだね。あー、やーげ、逆はちょっと。うわ、もうさ終わんないわね。あれだね、終わんね、終わんね、終わんないわね。ちょっともう大丈夫。いやでもこのステージが求めてくることは全部わかった。もう全部理解した。理解したとできるは別だ。いやいや、いいんじゃない。真ん中に寄せとこう。怖い、ね、ピリリリピョン。うわ、上からも来た。待って、これ上だから。で、ここで打っとけば当たった気配はあったかな。あーちょ、あーでした。あー上下で真ん中どれパーリーで、どうせ次横だろ。こうどれ、はいどれ、はいどれ、おいで戻るんだろどうせ。危ない。取れ。おい、うまくない？上手。あ、まだ。繰り返される。赤が飛ぶやつか。赤が飛ぶ。あ、あー、おー、しゃ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 。あー、なんとかなった。すごいじゃん。やるわ、や、あ、やるわね。そこだけ気に入ってんじゃねえよ。終わんないわね。そこ、そこ普通にお気に入りじゃないんだよ。お、サボテンがいる。で、パイナップル。え、とらわれのパイナップル。パイナップルはトウモロコシじゃなかった？サボテンじゃない？トウモロコシじゃなかった。これはパイサボテンだ。まあ、怖がらせたかな。かわいいよ。キャンプファイヤーでの怪談話ほど楽しいものはないよ。聞くところによると、お化けの女の子がこの辺りの悪者をとっちめてるらしいじゃない。彼女のお手柄を記録しなくちゃと勝手に思ったわけ。みんなに聞いてもらわなくちゃ。やっつけられた悪野菜のお話。お化けさっき見たよね。ね、あっちにいたよお化け。これが開通するんだろうな。マヒルの冒険か。でもこれで、ラストのはず。マヒルの冒険か。あのいいけど、あれ2時間今連続でやってるけど休憩とかいらない？休憩する。じゃあ一回今日はここまでね。ここまで。はい、あのね、録画開始する前に急にこんなの現れてほしくないんだよね。あのね、うん、あの違う、たぶちゃんがその場でぐるぐる回ったからかもしれない。助けを求む声聞こえる、その場で周り3つ数えろ。え、ぐるぐる回ったから今、違う、こういうことじゃない。なんかポンってなるんだよ。どういうことだろう、わかんないや。なんだ、待って、あいつ何だったの。カンって言ったら1、2、3、トマト、3つ数えるだからトマトがいいんじゃない。え、やって1回になった。ん、もう一回やる。いや、3つ数えなきゃ。待ってね、待って待ってね、1、1、2、3。何なんだよ、何なんだあれ。もうこうなっちゃうよ、映像が。わかんない、わかんない、進もう。なんかサボテンコ、話しかけたっけ。話しかけたんじゃない。みんなに聞いてもらわなくちゃ、やっつけられた悪野菜の話。悪野菜の話。その前にさ、待って、美をして、美をして、あの、やってない米やろ、ちゃんと。やってなかったっけ。うん、
あ、何やる、ここクリアしたね。そう、1個目のところがなんかここ1個目いくよ。ちょっと思い出した、あの飛行機の上に乗ったやつでしょ。そう、あの1個目のやつがクリアできないじゃんこんなのって言って、太郎ちゃんがもうレギュラーやだってなっちゃったから、すぐに1回サジ投げちゃったと。目が1個だけあんのよ。次違うねん、違うねん、違うねん、何それ。こっちスキングだ。1個目が難しすぎて。違う、もう説明を聞いて、いいよ。1個目が難しかったじゃん、うん、あの久しぶりにやったから、うん、やったからもあって、で、2個目やって難しかったら考えようって言ったら、2個目クリアできちゃったから、だからね、なんか慣れてきたんだよ、2個目やって。そんなに難しくはないのよ、本当は。だからね、あの、あんまり、あの、久しぶりだって、やったからあの、2個目で慣れて、ほら、クリアできたじゃん。そうね、いった、そう、多分ね、落ち着いてやっていけばね、別にそこまで強い敵ではないのよ。上飛び越えられるじゃん。上で死ぬなよ。で、あ、今のボーナスタイムか。パリーチャンスっぽいのは一番下からも届くね、上は。うん、届く届く。パリーチャンスっぽいのはそこそこあるんだけど。パリー赤いやつなんかあった。うぃ、あの撃ってくるやつが赤いやつ、赤いやつ、あのこの何、左右に現れるやつが、おっと、やべ、うぃ、やばいやばい、あれだな、敵のことを冷静に見るのがすげえ大事だな、この辺。うぃ、やったやばい、あと1回だ。すげえな、あんだけ食らってて生きてるってすげえな。すごい体力、ヘルス5はすごいよね。うわー、やばいやばいやばい、うわーよいしょもうやばい、もうやばいって死ぬ宣言してくれたからさ。でもずっとやばいと思ってた。よいしょ、危ない。もうだからあれだよ、画面見慣れてなかったから。そう、あの、なんか忘れてたんだよね。やべやべやべ、あー、カブヘイはこういうものだってことを忘れてきてたから。で、あ、第2形態が終わって、あれ、パリの樽じゃない。パリ樽だよ。なんだあれ、あ、嫁かな。あー、あった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 。あれ、ちょっと待って、どこ行った、死んでる。ごめん、ちょっと待って、右端で死んだ。これ何、緑は通れるんだっけ。あれ、なんか俺装備品違えな。赤だけダメだったんか、これは。ちょっと待って、これ、ごめんごめんごめん、死ぬ死ぬ。なんかね、うん、あー、あったあったあった。赤はダメ、赤はダメ、赤はダメね。青と黄色はいける。だからこうやって抜けて、あ、瞬間移動できるやつでしょ。そうそうそう、あーっと、うわお、あー、でもいけるいける。今ので真ん中か。だってあれだもん、俺今あのワープする Y ボタン忘れてたもん。旦那さんと奥さんと、まあ、最後共同攻撃か、違う第三者攻撃が待ってるか、どっちかじゃない。もっと、もう一人旦那さんの背中に乗ってる人いたもんね。いた、あいつ出てくるのかな。あいつはただのにぎやかしかな。見えてないな。なんか黄色いやついた。え、自分どこにいるのか全然分からなくなってた。で、まあ、こうなったら一発ぶっ破しといて。痛い。どっち回りかを見るのが大事だな。痛い、うー、ごめんなさい。あー、死んでた。むずい。でもやっぱここ一番むずいかも。なことはない。じゃあ3段移動するのがうまくできないんだよな。なことはない。なんでそのこと、うまい人はそう言うんだ、いつだって。だからこれはただただどっちの周期、左か、要は時計回りと逆時計回りがあるから、どっちの周期が赤くなるかを見て。でも分かってもその瞬間だから、ほらね、っていう風にやっていけば絶対にほらダメージ与えられるから。難しいよ。さあ、え、誰誰、あ、ほら、あの黄色いのいた。カタツムリいた。ああ鼻でつけた。バラバラのカップにはバラの花がお似合いだぜ。鼻の手に飾ってやるよ。あの、黄色よりめちゃくちゃでかいのもう一人いたけど。ちょっと待って、オプションで、違う、オプションじゃねえ、装備、お守りが今煙玉でしょ。待って、俺なんでツインハートの効果を受けてんの。ああ、くるくる回ったから。え、そういうことある。だってもう一回回っとく。これ鳴った分だけ増えてるってこと。そう、ほんとに HP 急になってる。え、なに、そんなことある。くるくる回ってよかった。
ただこれもしかしたらあれかもしれないですね、うん、もう一回やる羽目になるかもしれないですね。なんで？多分だけどクリアマークに何か変なマークつくんじゃないかなと思うんですよ。そんなことないでしょ。ちょっとそれ私許せないので。そんなことない。うわ挟まれてる。ああ見えなかった。そんなことない、大丈夫だよ。そんな鬼畜な真似しないと思う。ねえ散々今までやってきたじゃん。でもあの難しさだけだよ、あのレギュラーモードの。だだだ大丈夫だ。死んだ。9割って ここで死ぬ。もこのぐるぐる回るの苦手だな。あれで増やせるなら瞬回路できるのつけようかな。ねえ、あ確かにね。でこいつが食らうのは分かったんだけど、うん、鼻下も来るか。なんかあ丸められたやつが飛んでくる。なるほど。じゃあ鼻が右に対したら右から鼻出てくるって。で今度左から鼻出てくる。何したらいいんだこのステージ。避け続ける。弾増えてきた。鼻を攻撃する。はってか口がピンクっていうカウントなのであればパリーかとも思うんだけど。下はパリーじゃない。下パリーするとなんかかわ…あ、でもっぽいよな。うん、どっちなんだろう。下をでぴょんぴょん飛びつつ鼻を打つんよ、鼻。なるほど。キューってわらなんだけど。あー何かにぶつかって、じゅーもうダメだもうダメだ、もう近いもこんなとこ走ってそりゃ死ぬわ。あ、なんか武器変わっちゃった。何押した。なんか押したの。あ、R 押してた。これ鼻を攻撃だからこれで。あーあーパリガマ、あーごめん。よいしょ。おーすごい。ちょっと待ってね、あの位置変えずに打つって R か。 RBで、B で、パリーが何するんだっけ。待てよ、どこだ。あ、真ん中に来る。オッケー。で、下、下当たったけど、でって感じだったな。でもやっぱ鼻攻撃じゃない。鼻当たってるくらい違うのかな。パリーすると攻撃効くのかな。あ、でも鼻当たってるよね。当たってる。じゃあ、鼻に当てる、あーやばい、鼻に当てるでいいのかな。だってほら、あそこまで進んでるってことは。そういうこと。避けつつ、鼻に攻撃しつつ、パリパリするってことよ。パリパリ、パリはまあ攻撃するためだけど、いやもうすぐだった、もうこれだった、もうこれだった。さよなら。さて、とりあえずここでが、でも俺このカタツムリがダメージだと思うんだけどな。でもちゃんと鼻食らってるから。だってカタツムリあの一瞬しか出てこないから、多分カタツムリはこいつを支持してるだけだと思う。やっぱ下と下をパリして攻撃をため、鼻にブワーってする。あーそうなっちゃうのよ。やっぱ下伸びた時、あっちの方が無敵だからさ。うん、でも鼻で入ってるのか。それでもうそれで割り切るか。なんかね、それでいい。だってカタツムリもう二度と出てこないよ多分あそこから。いまいちね、そこの合点がいってないからね。あそこのねバトルシーンちょっと集中力に欠けるんだよね。大丈夫、肩合ってるから。タオちゃんは分かってる、全てを聞いてきたから。誰から。ちょっとそうらしいよって。そうらしいよ、だって進んでるもんね着実に。爆弾で近づいたら爆発すんの。爆弾触ってたらボンボンするから、邪魔だったら触って避けたらいいか。ああなるほど。タオちゃんそう聞いてきたから、ちゃんと話あそうなんすね、誰からなのよ。そうですねって聞いてきたから。頑張りますって。あ、なんだ今の。分かんない、何が起きた。あ視界がここ散らかるんだよな、ほんとに。なんかほんと見るとこ多くてもう訳がわかめです。パリーしないと弾が増えるってことかな。あ、新しい弾連れてきちゃうもんね、下で。めんどくせえこいつ。ポリが一番やかも。あ、タオちゃん2あるよ、さっきより1多い。あいつは最短ルート分かったから、うん、あの次からも倒すときちょっと頑張っていこうかなって感じ。あ、パッとこれ、ごめん。パリってどれをするんだっけ。
もう忘れてる。あ、でもパリス連れてきちゃうんだ、あれは。どの道だよ。攻撃がたまるだけか。そうだね。あー、もう苦手。苦の手。ほう、なんで今足んなかった。やばか。むずいな。観客たち、何？観客たちが、はあ、言っちゃった。あー、ごめん、ジャンプ失敗した。あー、もうちょっと待って。あばあ、もう視点がばらけるな、この面マジで。あーよ、お前逃げ惑ってる間もヒット判定やんな、あいつ。当たってねえしたろ、ちゃん。うっかり。びっくりしたわ、今映像を見て。ね、タダもびっくりした。だから一回逃げる場所を固定して。あたい、あたい、あたい、痛い。いや、こうなられたらさ、死んでるよ俺。サンキュー。あー、当たりますか。あー、ああ、ちょっと待って、やだやだよ、やだやだ、いや。混乱混乱、早い、早くなってる、早くなってるよ。右側やって大丈夫？あとちょっとだ、あとちょっとだ。さっき7の子ってあそこまで行った、ただ奇跡だから、もうないよ。もう無理だよ。